はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、サントリーのフレンチルージュ。フレンチルージュ。なんか、エロい名前がついてますけど。限定醸造。ワイン気分の赤いビールテイスト。シャンパーニュ産の麦芽使用。アルコール度数 5%。これコンビニ限定で売ってましたね。これファミマで売ってました。現在、あ、これあれだ、第3のビールか。第3のビールです。原材料が発泡酒、過去麦芽とホップと、糖類とカシス。と、スピリッツ、過去小麦と炭酸ガス含有。です、華やかな気分を盛り上げる赤く透き通ったビールテイストです。美味しい料理とご一緒に、さあワイン気分で乾杯。だそうです。それでは飲んでいきましょう。ワインテイストのビールって、まあビール、第3のビール。ってのもまあ珍しい。あ、そうだ、ボジョレ・ヌーボー発売したからか、これ。もしかして。よく考えたら、今日はあれですね、ボジョレ・ヌーボーが発売したんだった。まあ俺は買わねえけど。多分買わねえけど、と言いつつ多分買うんだろうなと思いつつ、俺あんまりワインは好きじゃねえからな。まあ、多分ボジョレ・ヌーボーが発売したからうんちゃらかんちゃじゃないですかね。わかんねえけど。サントリーと。そんじゃ乾杯。ああ、これカシスリキュールだわ。まあ、それはそうなんですけど。あ、酸っぱい。酸っぱいっていうか、もうワインだ、これ。赤ワインだ。11月の18日発売と書いてあります。期間限定。やっぱ、ボジョレ・ヌーボーにあやかった、あれだな。洗練されたクリアな旨味、ワイン、ワイン様の華やかで優雅な香り。これおかしくねえか、これ。これちょっと日本語おかしくないか。ワイン様の、これ様じゃないよな。用か。ワイン用、これおかしいだろう。ワインのようなとかじゃないの。なんかワインの隣、ワイン様の爽やかで優雅な香りとか書いてある。わけわからんの、これ。ワインのようなとか。って書こうとしたのか知らないけど、これおかしいですね。赤く透き通ったワイン、まただ。ワイン用の、これ用って読むのかな？液色。ワイン用の香りと赤い 液色、カシス果汁、軽やかな旨味のシャンパーニュ産麦芽。素材の特徴をクリアに引き出すインフュージョン製法。めんどくさい名前を。次々に、ね、羅列しよるわ。11月18日から全国で数量限定販売しますと。中身の特徴、フランスシャンパーニュ地方産、
麦芽を使用し、仕込み工程において熱負荷を低減させるインフュージョン製法を採用することで洗練されたクリアな味わいに仕上げました。また、カシス果汁を使用し、ワインを思わせる優雅な香りと見た目にも華やかな赤く透き通った、赤色、液色を表現しました。ということは、これワインを使ってるんではなく、カシス果汁を使ってるということは、ワインとカシスって、全く別ですよね。ワインはブドウですからね。カシスではないので。カシス果汁を使って、まあ、ワインは普通ブドウなんですけど、カシスってブドウじゃないよな。別物だよな。まあ、わからん。パッケージの特徴。商品の液色をイメージしたワインレッドを背景に中央にワインをイメージしたラベルを、配すことで、華やかで上質なデザインに仕上げました。だそうです。今日のつまみは、わさビーフの梅の風味2倍のです。完熟梅です。あ、そういえばわさビーフってコンビニでわさビーフのビーフなし、じゃあ、わさびなしのやつが出たんじゃなかったっけ？あ、まだ俺買ってねえな。おかしいな、売ってなかったぞ。セブンイレブンに売ってんのかな？梅完熟のパウダーを使用し、通常の梅わさビーフに比べて、梅の風味が2倍になりました。はあはあはあ。梅だけでなく味わいにもこだわったリッチで濃厚な完熟梅わさビーフをお楽しみください。まあ、スパムーチョにかなうかどうかだな。まあ、僕はスパムーチョ大好きです。カラムーチョよりかスパムーチョの方が下手したら好きなぐらい。スパムチョの方がうまいな。これは。酸っぱいスパムチョみたいな。あったよね。スパムチョはね、酸っぱいんですよ。これはね、梅の味がするんですよ。うん。梅の味がするんだけど、酸っぱくないね。むしろなんか甘い。うん。酸っぱさがあんまないな。うん。微妙だ、これ。微妙、甘い。なんか、やけに甘い、これ。甘いぞ。なんか、砂糖の味がする。まあ、いいや。わさビーフ。これ多分コンビニでね、なんかわさび抜きのわさビーフがね、出たらしいんでね。今度買いたいんですけど。え、なにこれ？通販オリジナルポテトチップスわさビーフマックスだって。あー、辛いやつだ。食いたい。通販限定か。通販限定か。通販限定か。
あ、すげえ。ん？なんだこれ。はぁ、あ。チリビーフっていうのもあるみたいですね。わさビーフの、わさびじゃない、普通のは、ただの唐辛子の。もう一体わさビーフとは何だったのかっていう。もう、普通に辛いもの以上でいいんじゃないか、これ。通販限定。一袋150円、高え。3000円で少量無料か。3000円分ってことは、1袋150円だから、20袋買わなきゃいけないのか。でも、このチリビーフと、わさビーフのマックスちょっと欲しいな。わさビーフリッチだって。うん。まあ、ちょっと甘いですね。うん。ぶっちゃけ結構甘い。甘いっていうか砂糖っぽいなんか。でね、肝心のね、このサントリーのフレンチルージュは微妙です、これ。これ微妙だ。微妙だ。微妙。微妙だ。結構あれだな、この会社、わさビーフの会社。山吉。って会社、結構あれだな。てか、だいたいこういうさ、ほんと公式のオンラインショップでさ、送料無料になるのってあんまないよね。3000以上で送料無料って。案外、割とすごい。しかも通販限定品とかもあるし。しかもこれ。クッキングポテト、カッコ 50g。現在、山吉製菓通信販売をご利用いただきましたお客様へ一袋プレゼント中だって。サラダ、チャーハン、スープなどいろいろな料理にどうぞ。なんか粉々に砕かれたポテトチップスがもらえるみたいです。50g。なかなかあげない。すごいな。なかなか。これはあれだぞ。ポテトチップスのカルビーとかにはないぞ。やべ、これ今度買おうかな、これ。これ今度ちょっと、ぶくましといて、これ今度買おう。3000円ぐらいの、あれ、来月ちょっと、今月の給料出たらちょっとあれだな。あ、よく考えたら明日、あ、来月あれだ。12月あれだから、ボーナスが出るんで、
あれですわ。買おうかな。うん。まあ、わさビーフシリーズはなかなかね。ただ、この梅はあんま美味しくないわ。普通にわさビーフの方がうまい。多分。でね、このフレンチルージュ、これ微妙、まずいっていうか、なんか飲むたんびになんかどんどんまずくなってくる。徐々にこう、どんどんまずくなってくる、これ。なんだこれは。なんか、あんま美味しくないな。正直あんま美味しくないと思う。まあこのわさビーフは割と美味しいけど、これあんま美味しくないわ、これ。なんか、なんていうのかな。なんか、おかしいんだよね、これね。なんかね。ビールなんだよ。ビールの風味がするのと、ワインの風味がするのに加えて、結局、ちょっと酸っぱいんですよ。若干。で、酸味が加わって、なんか、それでいて甘みがないんで、チューハイみたいには飲めないんですよ。チューハイみたいな感じじゃないんです。だからなんていうのかな、なんかおかしいんだよな。バランスがおかしいんだよな。なんだろうな、この違和感みたいなの。ごくごく飲めないんだよね。普通のさ、第3のビールならごくごく飲めるんですよ。この変な酸味と、カシスの香りと、それでいて、あの、第3のビールの苦味というか、ビールの苦味が加わって、なんか、あの、非常に飲みにくい商品になってる。うん。なんかワインをこの量飲んだ感じ。この量を、のワインを飲んでる感じ。みんなワインってちょびちょび飲むもんでしょ。ね。多分それが原因じゃないかな。ワインってこんな大量に飲むもんじゃないのに、なんか無理やり飲まされてる感じ。で、しかもワインよか、なんかあの苦味がある分飲みにくいんですよ。結局。だから、あんまり、これは、うん。おまけに炭酸飲料だからね。炭酸だからね。さらに飲みにくいという、相乗効果が、働いてるね。これダメだ。まあ、コクはまあ、あるにしろ、甘みがない。まあ、甘みはまあ、ほぼないでしょうな。
で、香りはまあ、あるけど。これはうまくねえな、これはな。4242です。ご視聴ありがとうございました。